カムロです。好きな子にほど好かれない、本気で落としたい女ほど落とせない、あるあるですよね。好きな子相手になると自分でも分かるほどひもて化してしまったり、あるいは無意識のうちにひもて化していたり、こっちばっか感情を揺さぶられまくってビビれがちにもなって、マジで惚れたら負け状態だわと。で、詳しくはこの後掘り下げていきますが、そうなってしまうことには明確に原因があります。ざっくり言うと、好きな子の前だと緊張してしまったり意識してしまったりして、相手からも魅力度が低く見えてしまうから。だから大好きな子ほどいい女、落としたい女ほどうまくいかなくなるわけです。とはいえ、この好きな子にほど好かれない現象は解決することができます。というか、むしろ好きな子の方が落とせるくらいになる。実際に恋愛上手はこれをやっている、あるいは自然とできている。というわけで、今回は惚れたら負け現象に打ち勝って、しっかり好きな子、いい女、絶対落としたい人を落としていくために超重要なことをお渡ししていきます。ちなみに好きな子とかに限らず、女性を振り向かせたり好かれたりするための本質の部分でもあるので、しっかりここを身につけると対女性スキル一気に上がります。そして LINE の追加特典の中でも、狙った女性を落としていくためのロードマップだったり、ひもて要素を徹底的に排除していくためのコンテンツだったり、これらの特典も全て友達追加で配布しているので、まだの方は今のうちに概要欄かコメント欄から追加してもらえればと思います。というわけで、それでは早速見ていきましょう。ではまず、好きな子ほどうまくいかない、あるいはそもそも女性との恋愛関係の構築がうまくできない、ということの問題点や原因を一旦紐解いていきます。で、問題点や原因はいくつかありますが、一つは先ほど軽く触れたように、緊張してしまったり意識してしまったりして相手からも魅力度が低く見えてしまうからです。例えば、会話がぎこちなくなるでも、相手の行動言動に過剰に反応してしまうでも、嫌われないように好かれるようにと相手に合わせてばかりとか、男らしくストレートに誘えない、リスクを取れないなどなど、いろいろありますが、要はそういった行動や態度、雰囲気になってしまって、それが相手からすると魅力度が低く映ってしまい、実際に惹かれることはなくなってしまうと。そして二つ目は、惚れてしまっている状態というのは恋は盲目というように、実際に判断能力がチンパンジーレベルまで落ちるとされています。それによって単純に思考力も落ちているし、理性よりも感情が暴走している動物の優位みたいな状態になります。そのため、ちょっとしたことで一喜一憂して影響を受ける側というひもて感が強まったり、モテに重要な知性を感じられなくなったりして、実際に魅力度が下がって惹かれなくなってしまうと。そして三つ目は、関係性への影響。これに関してバナナマンのラジオにヒロミがゲストで来た時に、ヒロミさんって結構上の人にでも生意気な感じで言ったり、おじさんとか言っちゃったりして、それでも気に入られてて、アッコさんにもガンガン言ってみたいな話の時に、猛獣使いとかでもそうだけど、こっちが怖がっていると食いにかかってくるけど、ライオンとか甘噛みしてきてもこっちからビビらず手出していくくらいだと、ライオンも襲ってきたりしない的な話をしていて、まさにそれで、要は格上女性だという意識が態度や雰囲気に出てしまえば、相手も意識的にも無意識的にも格下男性だと感じたり、舐められやすくなったりしてしまうわけです。逆に対等に接すれば相手も対等に接しやすいし、こっちが上の立場的な雰囲気なら相手は下に入ってきやすい。鏡じゃないですが、恋愛に限らず対人関係では結構これが大きく影響して関係性が出来上がったりしますよね。で、アイドルとファン理論みたいな感じで、こっちがファン的なポジションで接してしまったり、格下認定されてしまったり、それで関係がスタートしてしまえば、恋愛関係になる可能性は一気に下がっていきます。つまり、こっちの行動や態度などによって自分で格下に回ってなしにしてしまっているというわけです。結構これやっちゃっている男性は少なくないし、絶望的なマイナス行動なので、心当たりがあるなら胸に刻んでおいてください。ではでは、これらの問題点や原因を理解した上で、それを解決して女性を、好きな子をしっかり振り向かせていくためにはどうすればいいのか、ここから解決策を提示していきます。いくつか方法があるので、自分に合ったものを実践してみてください。で、解決策のヒントとして、こういう人はモテるというポジションはいろいろありますが、彼女がいる人や既婚者はモテやすくなります。なぜかというと、ここまでの話とつなげると、安定した本命がすでにいるため、他の女性に緊張しすぎたり意識しすぎたりすることもない、要は余裕があると。そして本命以外の相手は2番目以降ということなので、 100% 感情で暴走することもない。性欲的な暴走でチンパンになることはあるけど、ひもて的なチンパンになることはない。さらに関係性についても、こっちからすればその子は2番目以降、でもその子からすればこっちは1番的な、ある種の上
上下関係でこちらが上のようなポジションにもなる。アイドルとファンのファン側にはならないし、むしろ女の子がファン側になりやすいと。もちろん必ずしもそうであるわけではないし、これが彼女持ちや既婚者がモテる全ての要因ではないけど、こういった理屈でモテやすくもなっているわけです。あるいは本命がいるわけじゃなくても、モテる人や恋愛に自信がある人など、選択可能性がある人も余裕を持てていて、チンパンやファンにはならない。逆に言えば、選択可能性がない人は、その人しかいないという状況になってしまうので、その人でいっぱいになってしまう。要は、その人しかいないという追い込まれが、ひもてチンパンを作る、といったところです。モテない人の選択肢がないがゆえのその子しかいないと、選択肢があるけどその子が唯一というその子しかいないでは全く意味が違ってくるわけですね。もっとわかりやすいところだと、恋愛経験が少ない時、初めての好きな人とか初めての彼女とかの学生時代はその子に 100% になりがちじゃなかったでしょうか。今では考えられないくらい。冷静に考えれば実現可能性は低いのに、一生一緒だとか結婚するとかこの子しかいないとか本気で思えていたし、マジでその子のことで頭の 100% 持っていかれてるみたいな状態。でも経験が増えて大人になると、そういう 100% の状態になることもなかなかなくなる。良くも悪くもではあるけど、だから成功確率という意味で言えば良くもである。なぜならその方がうまくいきやすいから。というわけで解決策1個目は経験。当然ちゃ当然なのでさらっといきますが、実際に僕自身も中学生の時とかは好きなことをちょっと喋れただけでも舞い上がって、話しかけたりメール送ったりも一大事だし、告白なんてマジでハードル高すぎ状態。今思えば当たり前だけど、そんな状態じゃ振り向かせられないわけですね。逆に経験が増えていって、そんな中学生みたいな 100% 恋に溺れてる状態じゃなく、どっかで冷静や余裕を持てるようになってからは圧倒的にうまくいくようになった。あるいは好きな子じゃなくても、やりたいやりたいとか嫌われたくないみたいな状態から、ワンチャンやりたいな、まあやれなくても別にいいけど、セフレにならしてもいいなくらいのどっちでもよさみたいなものを適度に持てるようになってからは、やっぱめちゃくちゃうまくいくようになりました。なので経験が増えることによって、自然と 100% チンパンやファン状態は抜けていくというわけです。でその余裕やどっちでも良さなどを持てると、理屈でいくら説明しても足りないくらい、本当に不思議なくらい女性からの食いつきが上がるようになります。恋愛でこれを体感している人もいるだろうし、恋愛以外でも例えばお願いします買ってくれという状態よりも、買っても買わなくてもどっちでもいいっすくらいのスタンスの方が圧倒的に売れるみたいなことを体感している人も多いと思います。まさにそれです。それでは解決策2個目、ふりをする。これは実際はそうじゃなかったとしても、モテている、すでに本命彼女がいる、複数人関係がある女性がいるという状況であると、自分に設定して振る舞う、あるいはその子に対して意識的にどうでもいい子への接し方をするといったところです。そもそもどうでもいい子には好かれるのに、好きな子には好かれないというのはあるあるです。逆に言えば、どうでもいい子には好かれるということは、その好かれる振る舞いを自分はできているということだから、それをどうでも良くない子にもやる。好きで一個かかっちゃう時ほど内心は上がっていても、外面はどうでもいい人と同じように接する。このふりをするはめちゃくちゃ効果的で、先ほどの猛獣使いの話じゃないけど、そもそも相手が魅力を感じるとか惹かれるとかで大事なことは、自分がどうかよりも相手の目にどう映るかであるため、その相手の目に映る部分を好かれる振る舞いにすることによって、この人は余裕がある、モテ感が溢れてる、なんか追いかけたくなっちゃうとなって、実際の関係性に影響していくわけです。例えば相手の可愛さやスキンシップにいちいち反応して食らってしまうのか否かとか、沈黙に耐えられずテンパって変な質問ばかり投げまくってしまうのか、沈黙を恐れずにリラックスしているのかとか、拒絶された時にそれに反応してしまって落ち込んだ態度を出したり、自分を守る言い訳をしたりしてしまうのか、そういった感情的な反応ではなく拒絶に動じない余裕さを出したり軽く流したりできるのか、返信来ないのが耐えられなくて追撃ラインという気持ち悪い執着行動をしてしまうのか、待つことができる、あるいは気にしないでいられるのか、他の男をいいと言ってた時に必死になってその男の悪口を一生懸命言うのか、共感する余裕を持てるのかなどなど、感情で反応してしまうのではなく、振りをする、つまりコントロールする
る。相手の目にはどう映るのか、フィルターを一回通す。で、初めはフリをする。だったとしても、こっちの方が食いつき上がるな、こうすればうまくいきやすいな、というのを、単に頭で理解するだけではなく、体で学習できるので、意識的なフリではなく、無意識で自然と好かれる振る舞いができるようになっていきます。すると好きな子にでもどうしても落としたい子にでも、いやむしろそういう子に対しての方がどうでもいい人には好かれる状態と同じように、好かれる振る舞い、余裕のある接し方がマジでできるようになります。そうなったら恋愛イージーモードも1個2個上がった段階になります。それでは解決策3個目、チョーキング対策。これは特に緊張したり怖くて積極的に行動できないなどといった場合に効果的な簡単な介入行動となります。恋愛に限らずスポーツでの試合やテストの本番、大事なプレゼンなどでもガチガチになって持ち前の力を発揮できないということはあるかと思いますが、この本番で力が出せない状況をスポーツの世界ではチョーキングと呼びます。そしてほんのちょっとしたことをするだけでこのチョーキングを打ち消して本来の力を発揮したり積極的に行動できるようになる方法があります。そもそもなぜこのチョーキングが起こるかというと、損失回避の心理が強くなるから。例えばデートで変なことをして失敗したくない、好きな子だから嫌われたくない、関係が崩れたり拒絶されるのが怖くて先へ進めないなどなど、要は勝つことよりも負けないことを優先してしまう状態に陥る。その結果積極的に行動できなくなったり、必要以上に緊張してしまったり、変に力が入りすぎてぎこちなくなったりしてしまう。で、このチョーキングの解消に関しての実験があります。実験はカリフォルニア工科大学で行われたもので、被験者に勝てば50ドルあげる、負けたら50ドルもらうというゲームをやってもらいました。その時全体を2つのグループに分け、1つ目のグループは普通にゲームをする、2つ目のグループは自分はすでに50ドルを手にしている、このゲームはその50ドルをキープできるかどうか試すものなのだと考えてゲームをするというように分けて実験を行いました。するとその結果、2つ目のグループは普通にゲームをしたグループに比べて 40% ほどもチョーキングが減ったんです。さらに2つ目のグループは緊張によるストレスレベルもがっつり減っていた。つまり50ドルをもらえるか失うかではなく、50ドルはすでに手に入っていてそれをキープできるかどうかだと考えるだけで、発揮されるパフォーマンスもストレスレベルも大きく改善できるというわけです。つまり恋愛に関しても手に入れられるか失敗するかではなく、もうすでに手に入れている、今回はそれをキープできるかどうか試すものと考えることによって、緊張によって力が発揮できなくなることも減り、積極的に行動することもできるというわけです。例えばデートに誘う時に緊張してしまうのであれば、もうデートの約束は決まっている、これから誘うのは改めてその約束をキープできるかどうかを試されているだけ。実際にデートをする時も、もうこの子は俺とのデートで楽しんで満足してくれることは決まっている、これからやることはそれをキープできるかどうかを試されているだけだ。夜のお誘いをする時も、この子と俺はもうそういう関係だ、今回はそれをキープできるかどうかを試されているだけ、というのにすでに手に入っているという前提を勝手に作り出し、それをキープできるかどうかを試すだけだと考える。つまりはこう考える、すでに手に入れていると。めちゃくちゃ簡単だけど、チョーキングが大きく減少すると科学的に証明されている方法です。それでは解決策4個目、実際に分散させる。先ほどすでに本命がいると、その他の女性に 100% 感情で暴走することもないし、デフォルトで余裕がある状態で接することになって、それによってモテやすくもなる的な話をしましたが、これと同じように一人しかいないとその子に 100% になってしまうけど、複数人いると自然と分散されるため、変に一人にがっつきすぎたり、損失回避が強くなりすぎたり、チンパンになりすぎることもなくなるというわけです。実際にその子しかいない状態になると、その子からの LINE が返ってくるか来ないかとか、その子に OK もらえるか断られるかとか、その子が全てみたいになってしまうけど、これが例えば10人いればそんなに気にならなくなる、というか気を回そうとしても逆に難しい状態になります。恋愛じゃなくても、例えば自分のお客さん
んが一人しかいなかったら必死になって、その人に気に入られるように、切られないように、お金を出してもらえるように、執着してしまう余裕がなくなる。でも10人いたら一人にそんな執着することもなくなるし、余裕持ってる。で、お客さんからすれば、前者のような状態だと、なんか必死に売り込んできてるから、そんなに価値がないものなのかな、すげえこびてくる、なんか裏があるのかな、的なマイナスの印象になって、結果的にお金は落としてもらえない。逆に後者のような状態だと、必死に売り込まれたり、急かされたりもなく、むしろお客さんの方から興味を持ってくれたり、アクションを起こしてくれたりして、結果的にそっちの方が売れる。みたいなこともあるあるですが、これは恋愛でも同じなわけです。実際その子に全集中したくても、他の子もいるから分散されちゃって、ちょっと適当になっちゃったくらいの方が食いつき上がるし、逆にその子に全集中して、一生懸命アプローチしていると食いつかれない。ということは、皮肉にもよく起こることなので、彼女はそれに準ずる子でも、そこまでいかない女友達でも、分散された環境を作る。というのも解決策の一つです。それでは解決策5個目。自信と余裕。これはもう言うまでもなく案件ですね。とはいえ、自信と余裕があろうと、恋愛経験豊富であろうと、やっぱり本気で好きになった子には、通常通りではいられなくもなります。それが恋なわけですね。でも、それを楽しめる状態になります。やば、頭で分かってるのに紐手化しちゃってるよ。こんなことで舞い上がっちゃってるよ、自分。でも、新鮮。楽しい。恋だわ。この感覚だわ。となります。こうなったら、また一個楽しい段階になっているはずです。というわけで、惚れたら負け状態の原因と問題点、そして解決法、というか、女性へのアプローチの本質の部分でもあるものでしたが、今回挙げた恋愛経験、振りをする、チョーキング対策、実際に分散する、自信と余裕、すぐできるものからでもいいので、取り入れてみてください。相手の目に映る魅力度がガラッと変わって、結果も大きく変わってくるはずです。また、公式 LINE メルマガでは、対女性スキル、会話術、恋愛心理、脳科学、男磨きから黒い技術まで、女性と恋愛関係を築くため、モテる男になるため、恋愛で不自由しなくなるための全てを公開しています。さらに期間限定で、恋愛の本質や女性という生き物、モテるためのロードマップ、実際に僕が恋愛不自由状態から一気に脱した秘密など、 YouTube では話せないレベルの内容を詰め込んだ動画講座、そのうち有料で公開するかもしれないけど、現在 LINE の友達追加した人のみ全て無料で購読できる全100回以上にも及ぶメール講座、恋愛で今すぐ使える心理テクニックの基礎と応用を集めた口説きのレベルを上げる恋愛心理術集、本質から具体的なテクニックまで詰め込んだ恋愛心理術集セカンド、心をつかみ感情を揺さぶるずるすぎる話術、コールドリーディングの教科書、以前のメルマガ読者の一部にだけ有料販売していた会話の極意、過去に3980円の有料ノートで販売していた悪用現金テクニックの実践マニュアル、心理操作メソッド、希少性担保のため販売終了した過去ノートの購入権利、 LINE の友達限定のスペシャルコンテンツ、これらの合計9つの豪華特典をすべて無料で配布しています。ただし期間限定配布なので、今のうちに動画下の概要欄から LINE 登録しておいてください。というわけで、ここまで見てくださりありがとうございました。最後に、確かにとかやってみようとか思えたら、評価ボタンだけでも押していってもらえるととても嬉しいです。それでは次の動画でまた会いましょう。